PayPay を使ってない人に向けて、PayPay ってこんなにお得なんだぜっていうのを説明するために、Excel に入力してみました。自分が、どれだけ得をしているところを、説明しようと思って、Excel にこれ全部履歴を入れてみました。って言っても、アプリ上に履歴が全部残っているので、それをただ転記しただけなんですけども、見ていただきたいと思います。結論から言いますと、今4月14日ですけど、キャンペーン始まってから23,836円使ってるんですね、PayPay で。で、実際返ってくるのが6,722円ということで、28.2% 返ってくるっていうことになってます。普通ありえない。23,000円の買い物して、6,700円返ってくるっていうのは普通ありえないことなんですけども、これ、キャンペーンとしては、2割還元って言ってる、20% 還元って言ってるんですけども、実際は 28.2% 返ってきてるっていうことになってるんですね。これなんでかっていうところを見ていただくと、普段でですね、これ、例えば1回目の買い物、キャンペーンが始まった2月14日ですけども、1回目の買い物は208円使ったんです。で、41円返ってきたんで、還元率は 19.7%。まあ、端数処理かなんかあるのかもしれないですけども、まあ、約2割返ってきてるんですね。で、2回目の買い物、309円使って、78円返ってきたんで、20%。3回目は、216円使って、43円。で、19.9%。まあ、約 20%。まあ、これがずっと続くんですけども、PayPay のいいところは、たまに当たるんですね。例えばこれ16回目の買い物では、680円使って、680円返ってきました。なんで、100% 返ってきてると。で、偶然連続したんですけど、17回目の買い物も810円使って、810円返ってきたと。ということで、100% ということで、たまにこう、当たるんですね。当たると、100% 返ってくるという、お得な、キャンペーンなんです。あ、こういうのもありますね。たまに当たります。972円使って、972円返ってくるというようなことが起こるんで、なんで最終的にトータルとしては、合計の還元率としては、ちょっと上がってくるということになるんですね。で、このピンクのところは、5回に1回当たるっていうキャンペーンやってたんですよ。Yahoo プレミアムに加入する場合、5分の1の確率で当たるよっていうキャンペーンをやってたんです。それが終わってしまったんですね。終わったと言ってもまだ10分の1で当たるというキャンペーンは続いておりますので、たまに当たるかもしれないなと思いながら買ってるんですけど、まだ1回も当たってません。何回使ってるんだろう。15回買い物したんですけど、まだ1回も当たっていません。まあ、そのうち当たるかなと思いながら買い物はしてるんですけども、人間欲が出るもので、20% 返ってくるだけでも相当ラッキーなのに、当たらないことによって、クソなんで当たらないんだみたいな風に思っちゃいますけども、まあ、数字見ると、まあ、このぐらい得してるんで、感謝しなよっていう感じは、まあ、自分に言いたいなという気もしますけども。あとこのピンクのところですね。これね、5分の1の確率で当たるってね、言われてたんですけど、実際これ見るとですね、全然当たってないです。28回も買い物してるのに、3回しか当たってないです。5分の1の確率で。なんで、結構ね、不信感が溜まりますね。5分の1って言ってたのに、こんな、3回しか当たってねえよって思ったし、で、ここの白い部分も10分の1で当たるって言ってるのに、まだ1回も当たってないし、すごくなんか、本当かよって思っちゃいますね。だからちょっとキャンペーン的には、どうなんだろう。還元するお金はでかいんだけど、心情的にはちょっとなんか、不信感っていうのがあるので、まあ、私だけか他の人はいっぱい当たってるのかもしれないですけども、実情としてはこんな感じの人もいますよというところですね。実際得しているのに不信感が溜まるキャンペーンってなんかちょっと、不思議だなっていう気はしますが、まあ、この集計で見てもわかる通り、23,000円使って6,000円返ってくるなんてこと、まあ普通はありえないことは、まあそんなすごいキャンペーンを今やってるんで、まだやってない方はぜひやってみてはどうでしょう